なんだっけ、アメリカの方はもう侵略というふうに認めているのに、クラッシュ、で最大、最大重大事故の A クラスとねして認定しているのに、なんだ不時着ってね、もうね、この国はさ、本当この国の国民のこと全然考えてないよね。本当ね、何のための外務省ですか。何のための外務省だ。
ね、俺たちこのね、日本に住む人の楽しく飲んで終わって、帰るくらいで、そう、あの何あのこの国を売るようなことばかりじゃないか。ふざけんな。それでは、そんなことを言いたい人がいるんですか。大丈夫、まあ、もう何でもいいです。いや、じゃあ勝負ですか。勝負来たばっかりなんで、今言ってることと違うかもしれません。ロシアとですね、今プーチンさんが来ているということで、で、あの交渉をしているところですけども、それで向こうがですね、外交の情報を出したんですね。というのは向こうが、日本とロシアのウクライナ外交もしくは、シリア外交は、ウクライナ外交、シリア外交は、一致していると言ってしまったんですね。つまり、シリアの中で、今、反政府勢力に、例えばアレッポの土地とかに、空爆をして、それの、虐殺を繰り返していますが、そのバックにいるのはロシアです。で、ロシアと、その日本の、あれが一緒だと、つまりああいう虐殺を認めてしまっているというふうな展開で一致させているわけですよね。これは断じて許されない。なぜ違うと言えない。そんな情報を流されていいのか。本当に否定しろ。日本の今仙台原発が稼働されている。で、それでその劣化ウラン弾がアメリカ行ってる。で、アメリカは、いろんな国空爆してます。だから日本もロシアも同じだと言うか。ふざけるな。日本の劣化ウランによる空爆もいかん。ロシアバックについてるアサド政権の空爆も断じて許されない。あかん。否定せよ。否定しろ。そして日本の経産省とかにも原発を即時停止しろと言え。世界中の空爆、戦争とかやめさせろ。内務省の役割だろ。ふざけんな。世間では何かプーチン大統領を何か危害、あれ亡き者にするとか言ってるけども、そうじゃない。それは我々の問題だ。我々の問題です。自由と平等と平和の問題です。冗談じゃない。即刻ロシアの合意内容とかいうのを否定してください。平和の学校一刻も早く行ってください。先ほど、農水省で、議長 EPA の抗議しているときに、先ほどシリアの、ことについて、ロシアのと日本の間の、認識は一致しているというような話があったというふうに今の方もおっしゃってましたけど、本当にそうなの？そんなことしていいの？そうだ。あのさ、あんたらよくわかってるだろうけどさ、あんたらの唯一の行動指針はアメリカ様の意向を聞くことだろ。アメリカはシリアについてアサド政権認めてないだろ。宗主国のオバマ以下、宗主国の様がロシアのやり方、ロシアと対抗しているというのに、我々属国の立場の人間がロシアと手を組んでいいの？それは否定以前にさ、
まずいんじゃないの。そもそもさ、ロシアに安倍が行くって言った時にお前にどういう約束したのかは知らないよ。だけど憶測されるのはこの時期ウクライナ情勢、シリア情勢をめぐってヨーロッパ、アメリカ、そして日本もくっついていく形で反ロシアという形の包囲網を作ろうという形でオバマが進めていたにもかかわらず、安倍が支持率欲しさに北方領土を持ち出してロシアのプーチンに会うという合意を取り付けるために安倍は何を差し出したのかな。俺が考えるに通りっこないような TPP、 これをなんとか進めていくよと、アメリカ議会を説得するために日本もあらゆることをしますよと、一部アメリカの報道機関に対して外務省から金出してんだろ。そうやってオバマがやりたい TPP を進めるからお願いします、ちょっとプーチンと会わせてくださいいう話をしてこぎつけた会談じゃないのか。そういうふうにしてその挙句がロシア外務省の言うようなシリアに対して、アサド政権に対して日本とロシアは共通の認識持ってるなって言っちゃっていいの。そんなことさ、外務省のさ、ロシア化がいるのか、今多分主流はアメリカ化だよ。だけどそんなことをさ、省内で統一もなしでそんなデタラメやっちゃっていいの。どういうことなの。ちょっとさ、少しちゃんとさ、国益とか言わないよ。だけど国としての行事、国としてこういうふうにしてますということを、コンセンサスをちゃんと持つこと、これは常識なんだよ。あんたら役員じゃなくて国の民として常識なんだよ。そこのところを踏み越えないでフラ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 しないでくんねえから恥ずかしくなっちゃうよ、日本人でいることが。以上です。トランプになったからと思ってプーチンと仲良くしていいとか思ってませんかね。てかトランプとも仲良くしようとしてるわけだし、なんてのかな、ほんとこうモラルがない世の中が当たり前みたいになっていて、まあ別にオバマにすっげえモラルがあるとも思ってないんだけど、なんかさ、いやさっきの話するとさ、アメリカが宗主国だからとかそうじゃなくてさ、誰が認めようと誰が認めなかろうとシリアを空爆してる人をそういう国賓待遇みたいにするのは私は反対ですけど、いや誰が認めようとうんぬん言っといてあれだけどさ、日本は国連加盟国ですよね。国連で非難されてることやってませんかね、ロシア軍とアサド政権軍って。タル爆弾って使ってよかったでしたっけ、クラスター使ってよかったでしたっけ、空爆してよかったでしたっけ、治安所空爆してよかったんでしたっけ、学校空爆してよかったんでしたっけ。戦争犯罪ですけど私が許さないとかじゃなくて、戦争犯罪じゃないですか。まあそう、別にオバマがいい人とか言う、あ、そうだ、あとそうだ、今の話の TPP を差し出した問題なんだけど、ついでに言っとくと、そのロシアとのこの携帯協定なんですけど、 RCEP とつなげるつもりじゃないですかね。なんかいろいろ怖いんですけど、なんかいろいろ怖いんですけど、そういうなんかいろいろ陰謀のある中でこううまくやってるふりみたいなのやめてもらえませんか。
たちとしてはうまくやりたいんでしょうけれども、あなた方のやることのうまくいくと非常にまずいことになるので、つまり戦争犯罪をやっている人と経済的にうまくいく、それがゴールであり成功したということになるというふうな線の引き方やめてもらえませんか。やめてもらえませんかっていうか、やっちゃダメです。本当にそういうことはやっちゃダメなんですよね。国として、人として、世界としてですよ。世界の中の国としてそういうことはやっちゃダメです。よろしくお願いしますっていうのも変だが、よろしくお願いしますよ、マジですよ。憲法全部に書いてありますもんね。我が国だけのこと、中国だけのこと考えちゃいけないって書いてますもんね。で、岸田外務大臣さんは、岸田君は、昨年の5月にマルムストームさんと会談してますね。そんな情報が今来ている EPA の昨年5月、どのくらいの進展度だったの？岸田外務省、はい、そのどなたか、どうぞ、よろしくお願いします。外務省の皆さん、まずね、やっぱりちょっとオスプレイのこと言いたいんだけど、まあ、オスプレイ墜落、まあ、あとやっぱね、原発、TPP、全部ね、アメリカにね、内政干渉されてるじゃないですか。でね、それをね、本当許してたら、本当、未来がなくなっちゃうんだ、日本はさ。ね、本当、まあ、先ほどのね、まあ、プーチンの話もそうだけども、こういったね、虐殺行為に、ね、加担するようなことは、本当、断じて許されないよ、そんなことさ。未来が見えない。
吉田学校っていう映画を見たんですけど、でやっぱね、吉田茂も外交をねしててっていうのを、まあ当時のね日米講和条約、まあちょっとね美談に仕立て上げてるけどとは思いますが、なんかまあその映画が言いたいのは、信念持って未来を持った政治家がもっと出てほしいっていうプロデューサーの意向で作ったって言ってましたけどね、本当こういうね信念持ってる官僚の方とか公務員の方いないですかね、ここには政治家の皆さんもね、本当今のままだとね搾取されて、ね原発事故もねなんか本当4.2 兆円ほどかかるんですけど、ここで5000円ほどかかるんですけど、あとね、決断機、缶オケ、倒されて、ね、こんなことばっかずっと起きるしね、本当、未来を持ったら見えないと思って、本当、組み合わせ食べろ！アレッポ東部を制圧、停戦へロシアが発表。帰ってこねえのに経済援助なんかロシアにしなきゃいけねえんだよバカ野郎、もっと国民のために金使えよ、ふざけんな。シリアの問題だって日本が率先して平和外交、人権外交をやらないといけないんじゃないでしょうか、ね、なんでやらないんですか、しかもそのシリアの後押ししているロシアのプーチン大統領がちょうど来日してきているこの間の悪さ、何なんですかね、しかもこういう姿を見た世界がどう思うでしょうか、やっぱり日本っていうのは上辺だけの変な国だってまた思えるんじゃないでしょうかね。それがまあ内戦に発展しちゃって、まあ、大変なことになってますね。それを見てるともう、そうかと言えないはずなんですけど、一体何のために日本の国民の不安でしょうかね。この事前をもうちょっとね、実現するように声をつけてくださいよ、ね、アメリカとかのね、大国の主義ばっか追っかけてんじゃなくてね、あと、まあ、オスプレイの方の墜落この問題でもなんかね、ありますけど、いい加減アメリカ脱却をやりましょう。ね、あと、ね、もうアメリカの傘 の中に、ね、いている政治家や官僚が、ああいうプーチンとかのような政治家に対抗できるわけはないですからね。わかるでしょう、そんなもぬるま湯の中で育ってる人間が。KGB アガイの叩き上げの人間にかなうわけないんですから、ね、世界は海
お店山線のすぐ近くがいっぱいいますからね。まあ、そういう政治家に対抗するにはどうするかっていうのを考えたら、今の外務省とか政治家とかではできないはずですよね。もうちょっと今までの日本のやり方を反省して、どうやったら日本が世界に本当に貢献できるのか、もうちょっと考えていただきたいですね。いろんな人がもう思ってますよ、日本はこのままどうしていいのかってことを。もうちょっとあなた方もいろんな人の声を謙虚に耳を傾けて聞いていただきたいですね。いいんですか、本当お願いしますよ。このままだと本当にやばいと思いますんでね、何よりやっぱり戦争で苦しんでる民衆のためにも何ができるか、日本が一番そういうことできるんじゃないかなと思うはずなんですけれど、何のための戦争を何のか平和主義と思われないようにしてくださいね。お願いしますよ。ロシアとか、戦争を起こしている国と一緒に武器を作るとか、戦争に加担するようなことをしているのことがとても恥ずかしい、そういうことをするのはやめてほしいのと、日本人の一人として、この国の一人として、この国をまだこの国の人たちをまだ信じて愛してくれている、世界中の、人たちに謝りたいと思います。ごめんなさい。ごめんなさい。すいません。で、今8校前、渋谷の8校前でも、アルポのジェノサイドに、追悼式は行われました。もしよければ1分間だけでも私もここで追悼したいと思います。よろしいでしょうか。1分間だけお付き合いいただけるとありがたいです。追悼。IS もダメ、シリアもダメです、ね、最後の追悼をしてた時が、ね、亡くなっちゃったんですね。人を殺すな、人を殺すな、人を殺すな、お前嫌い、ね、はい、バイバイ